人生は1回しかなくて、その日1日は1回しかないので、できるだけいい1日を過ごしたい、できるだけいい毎日を生きたい。そのために毎朝同じルーティンで自分のコンディションを整えるっていうのはすごく意識しています。今日も最高の1日にします。人間の体の腸と脳はつながっているので、腸のコンディションを整えるために僕は毎朝お湯を沸かしてお茶を飲んでます。毎朝頭がすっきりしている状態で、紙に自分のやりたいこと、自分のビジョン、自分のワクワク妄想を紙に書き出します。このルーティンから始めることで、一日をワクワクした状態でスタートすることができます。朝ごはんにはバナナとプロテインを飲みます。そして毎朝1錠亜鉛を摂取します。亜鉛は男性ホルモンの分泌を促してくれるので、これによって活力にあふれた毎日を生きることができています。本は年間100冊は読むのですが、本を読むときは必ずタイマーをセットして1冊60分以内で読むと決めています。朝の時間は限られているので、できるだけ生産性を高めるための工夫です。僕は毎日基本的に同じ服を着ます。
同じ服を着ることで服を選ぶという行為に自分の脳のリソースを使わないために毎日同じ服を着ています。毎朝の時間の使い方が一日の成果を決めると思っているので、朝の時間の使い方にはこだわります。そして毎日最高の一日を積み上げていきます。